皆さんこんにちは、今日は政治家女子48党の大津彩香党首の選挙収支報告書未提出は犯罪には当たらないということでお話ししようと思います。まあこういう話なんですけど、まあ理由を端的に言うと故意がないからっていうことになります。まあどういうことかっていうことですよね。でまず大津党首は神奈川県知事選挙に立候補して落選されたんですよね。でこの選挙は3月23日告示で4月9日投開票だったっていうことなんですよね。でまあ出納責任者っていうのがいるんですよね。まあ会計お金の出し入れをする責任者っていうのをまあ決めなきゃいけなくて、その出納責任者は選挙の日、投開票の日から15日以内に選挙収支報告書を提出しないといけないんですよね、選管に。まあ、これが、公職選挙法第189条1項1号になります。で、まあ、これ15日以内っていつが期限やったかっていうと、4月24日のうちにね、出せばよかったんですよね。ところが、これが提出されていないんですよね。でこれが提出しないと、公職選挙法246条5条の2によって犯罪になるんですよね。まず、この246条の柱書きっていうね、まあ、一番最初に書いてあるのを読み上げます。次の各号に掲げる行為をした者は3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処するっていうね、まあ、ことになるんですよね。で、まあ、この5条の2を読み上げますと、第189条第1項の規定に違反して報告書もしくはこれに添付すべき書面の提出をせず、またはこれらに虚偽の記入をした時ということでね、まあこれ規定に違反して報告書を提出しなかったら犯罪になるんですよね。でもこれについて、まあ、警察のお世話になるよとかね、まあ立ち話がツイッターで、述べられております。でまあ犯罪になるか、で私は犯罪にならないと考える、その理由は故意がないからということなんですけど、これはですね刑法38条1項と刑法8条が意味を持ってくるんですよね。でまあ刑法っていうのはですね、あの大まかに2つに分かれてるんですよね。相続と格則に分かれてるんですね。相続でまあその、まあすべそのいろんな罪に共通することを定めて、でまあ第2編の格則格論で個別のね罪、殺人罪とか窃盗罪とかを決めてるってことになって、まあ相続の中に、まあ、まず第刑法8条を見ていこうと思います。この辺の総編ですかね、この辺のこの辺の規定は他の法令の罪についても適用するっていうことなんですよね。で、まあ、ただしその法令に特別の規定があるときはこの限りでないということになっております。だからこの辺、だから第一編のね、規定は他の法令、他の法令というのは公職選挙法もねもちろん含まれるんですよね。 法律だからの罪についても適用されるんですよね。じゃあこの辺の中にある第38条の第1項をまあ読みます。罪を犯す意思がない行為は罰しない、ただし法律に特別の規定がある場合はこの限りでないっていうことなんですよね。でこの罪を犯す意思っていうのが故意っていうことになるんですよね。でまあ法律に特別の規定がある場合はっていうのは、まあ過失を処罰するっていうね、規定があれば過失の場合もね処罰されるんですよね。知らんとうっかりやってしまった場合もそれが過失があったとされたら、まあ、処罰されるんですけど、これは例外なんですよね。原則は罪を犯す意思、故意がない行為は罰しない、つまり犯罪になると認識しながら、まあええかっていうね、まあ任用したっていうね、まあこれでも仕方ないよねみたいなね、感じでやらないと犯罪にはならないんですよね。まあ平たく言うとわざとそれをしなければ犯罪にはならないんですよね。で、まあ公職選挙法246条には過失を処罰するとはねどこにも書いていないんですよね。
ということはこれは故意犯になるんですね。刑法38条1項と刑法8条によってこれは故意がないとね処罰されないということになります。では大津氏に故意があったかで、なんか大津氏とね丸山穂高氏との LINE の内容がね、その丸山氏が公開されてるみたいなんですよね。大津投手はこのように、書いております。神奈川県選管の手続きは当初私が行ったものではなく、神奈川選管から提出されていないと連絡があったので出納責任者を伺いました。ということで、まあ、これによると自らが出納責任者であることすら知らなかった、認識していないんですよね。したがって報告書をわざと出さなかったという認識は全くないんですよね。これは故意がないということになります。したがって犯罪は成立しないということになるんですよね。ただですね、まあ、非常に好ましくない状態であるのは間違いないので、で出納責任者はね帳簿作ったりしなきゃいけないんですね。もちろんその帳簿もできていないと思うので、今からねその、まあ、政治家女子48等のに問い合わせるなどして、まあ、その領収書などの提供と情報の提供を求めてなんとかね作って出さなきゃいけない、ということになります。でそれ協力を得られなかった場合は妨害を受けてるから出せませんっていう、まあね分かる範囲で作って出すしかないと思いますが、そこら辺はね選管とよく話をして、まあ、対応しなきゃいけないなというふうに、まあね弁護士さんのまあね協力を得ながら対応しなきゃいけないなということで大変だろうなとは思います。ではご視聴ありがとうございました。